Activating combat mode. スティにやらせる。これならどうよ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Activating combat mode.Activating combat mode. Contact resolved.何の音だ。なんだあれ。まだ流れてくるかな。よし、やってやれ。
Combat mode. Activating combat mode.
Activating combat mode. Ha! しまった。おっしゃActivating combat mode. Resolved.
Activating combat mode. Hush!Activating combat mode.オランダーのやつ。
combat mode. ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。逃げるなら今のうち。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。おしまい。
逃げろ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。もう劣化するがいい。してみろ。大きなお世話だ。
久しぶりだな。なんだよ、あんなのにやられるなんてさ。ファーストのようには戦えない。私はアンジールのコピー。コピー？ラザードだ。じゃあジュノンからホランダーを連れ出したのはあんた？なんであんなことを？復讐のためにはホランダーの力が必要だった。仲間を間違えたよな、あんた。まったくだ。まさかアンジルの細胞をコピーされるとはな。喜べ、プロジェクト G 直系だ。不思議な感覚なんだ。ん？私の人生を支配していた復讐のことなど忘れてしまった。代わりにあるのは君たちを助けたい。ジェネシスを救いたい。いや、もっと大きな気持ちだ。そう、私は世界を救いたい。不思議でも何でもない。それがアンジールなんだから。ジェネシスは女神の贈り物を手に入れようとしている。しかしそれは何だ。いや、何であろうと阻止しないとな。俺にはあいつが言ってることをさっぱりわからないんだ。どうしたらいいんだ。アンジールが導いてくれるかな。なるほど、そうだな。統括。統括か。なあザックス、夢は何だ。そうだな、英雄になることだな。叶いそうにない、いい夢だ。何言ってるんだよ。力を貸してくれよ、アンジールと一緒にさ。みんなでやり遂げたら俺たちは英雄だ。少なくとも俺は認める。さてザックス、ジェネシスの居場所は？はっ、なるほどな。バカリンゴはバノーラでしか育たない。なんでまた？バノーラの土壌に原因があるらしい。ジェネシスはいつもバカリンゴを持ち歩いてた。なんで気づかなかったんだ。ずいぶん変わったもんだ。クラウドを頼んでいいか？ああ。なんだ？
降りたら戻れそうにないな。こんなのあったっけ？どこへ続いているんだ？バノーラホワイトジュース、全国農産物コンテスト加工品の部最優秀賞。へえ、すごいな。このジュースを考えたのはバノーラ村のジェネシス少年。はあ、すげえすげえ。ジェネシス少年のコメント、とても嬉しいです。でもジュースだけではなく、そのまま食べても美味しいんです。両親と一緒に英雄セフィロスにリンゴをご馳走するのが僕の夢です。ジェネシス、俺にできることはあるのか？
してみろ。大きなお世話だ。